ナクスチャンネル始まるよ。はい、こんにちは、ハナクスでございます。まあ先日ね、ご丁寧にね、ジップロックにマテ貝をね6袋、入れたんですが、これをね、全部、何でしたっけあれ、佃煮にねしていきたいと思います。なんかね、いろいろ考えてたんですけど、こうちっちゃいやつよりやっぱり大きいのがね、やっぱ取りたいという願望が強くてね、まあ今度行くときは、まあちっちゃいのもまああれだけど、大きいの狙いでね、まあ取りに行きたいなと。今これをね、冷凍庫の中にね入れとくとね、次にね行く意欲が湧かないんですよね。まだあるからって。だからもうちょっと今日急遽なんですが、これね全部佃煮にします。ではね、まず一袋できないんですよね。まあとりあえずこんな感じですか、ね、しょうがないです、しょうがないと言ってもなんか潰すか。ああすごい、ああ貝だ、やべえ、こんなの腐ったら怒られちゃう。やべえ、あ、あった。あれ？あったあった。すごいですね、こうワイルドになってきました。ワイルドに、まあなんとかね、蓋が閉まりました。こんなんです。マテ貝のね匂いがたまんないですよね、これ。これね、今度地道にね剥いていきたいと思います。暑いだろうな、ガラを。これペローンって剥けるんで、簡単にこうですね、ペローンって、ね、これを地道にやっていきたいと思います。熱っ。先日ね、こう、まあ、夜勤から帰ってきてね、まあこれ炒めたりね、ニンニクでね、ごま油とやったんですが、なんかちょっと食い応えがも
物足りないなとか思いつつ食べてたんですよ。でやっぱり大きいのやっぱり求めたいじゃないですか。だけどこれものすごい佃煮にすると本当美味しい貝なん で日持ちもするし、冷凍庫の中もね、コンパクトに収まるかなと思って、今年もねまたちょっと佃煮を作ってみようかと。でこんだけあっても多分2パックぐらいにね、タッパー収まっちゃうと思うんですよね。からはあれなんですけど、で僕まだあんまりバター炒めってやったことないような気がするんですよ。またちょっと大きいのをゲットしてこう浜焼きやったりね、いろんなものにねこう使いたいんですがね。あー浜焼き食べたいな。これほんと作業は簡単なんですけど、まあ、地道っすよね。まあ殻が入らない、この貝はあれですよね、貝には味があるけどあんまりこう出汁が出ないという印象の貝なんで、やっぱりこうなんていうんですかね、味噌汁にはあんまり合わないかなと思うんですよね。そうなるとやっぱり佃煮とか、まあ味付けして炒め物とかね、まあ適してるんでしょうけど、やっぱ究極は浜焼きっすよ。こう、ね、今年いっぱい取れるといいなと思いながらね、掘ってもなんていうんですか、そんな大きいの出てこないんで。で去年のね動画やっぱり見返すとね、もっとねがっつり掘ってたんですよね。去年広範囲にわたってもうむしゃ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 と。でやっぱりあれぐらい掘らないと、5本10本って大きいのが取れないのかなとか、まあいろいろねこう思うところでありますよね。殻は山です、こちらは殻です。まあこんなもんですかね、まあ多分これ煮たらまたちっちゃくなるんでね、まあだいぶ凝縮するっていうかね、そんな感じになるかと思います。当然この汁は捨てません。うまみ十分なんで一緒に、煮てきます。はい、ではね、こちらの、残ったスープというか、はい、これもね入れていきたいと思います。もうすっかりないですね、殻です。さあこっからですよね、いっていくの、まずめんつゆです。めんつゆもう簡単にいきます。簡単に、ね、めんつゆ、みりんも入れます。
それとパックの、お肉おろし、あーどこ変なとこ、全部入れちゃうかな、いや、やめとこ。はい、あと砂糖、もうなんかこのでっかいの2つぐらい入れちゃうかな、この塊。はい、これで煮ていきたいと思います。はい、すいません、あとおろし生姜ですね、これも入れていきます。おいしさ長持ち中、おいしさ長持ち中、これね、たっぷり、はい、なんでいいでしょう。分量は全て適当でございます。はい、ではね、煮えるまでね、ちょっと花くそ農園の方ね参りたいと思います。はい、花くそ農園でございます。まあどっから説明したらいいんだろうね、こう、まあここのここら辺はね、何だったっけ、伸びる地帯なんですが、まあ今はこんなもんかなと。葉っぱがねだいぶ枯れてきたんですが、まあ根はついてるでいいと思います。でネギなんですが、こうネギ坊主ですね、ネギ坊主がねできてきました。あとね、若干植えてたんですけど、まあ僕のちょっと育て方が悪くてね、根腐れしちゃったみたいな感じでね、撤去しました。結構伸びてきてるんですがね、こんな感じこんな感じ。それと豆苗もね結構伸びてきてるんですよ。今豆苗のこう急成長が楽しみで、見てる次第でございますよね。あとね、こちらにもねネギをね植えた感じです。ね、これもね、だいぶ伸びてきてると思うんでね、楽しみです。でメインがですね、先日ここにトマトを植えたんですよ。でね、これがね、見えるかな、これがトマト、これここら辺植えた覚えがあるんですよ。これがミニトマトの、葉っぱですね。発芽してね、で直接植えたけど、なんとかこうできてきたようなね感じがしますよね。あ、これもそうだ、これもそうだし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 、多分ここら辺のちっちゃいのもそうだと思うんですよね。葉が豆苗とは明らかに違うんで、まあこれもね雑草のようにね生えてもらえたらね一番ねいいかと思います。まあただね、あんまり今ねほじったりね、なんだりしてるとね、またね根っこがなくなっちゃったり、どうのこうのってなっちゃうんでね、とりあえずまあこれはそのまま、まあ、とりあえずもうちょっと入るまではこのままの状態でね、水だけはあげて、育てたいと思います。でもこれ本当楽しみですよね、これがエンドウ豆ができるとかね、でも本当にできるかどうかは僕次第なんでね、こうなるかならないかちょっとね僕次第なんでわかんないですけど、まあ楽しみは楽しみですよね。やっぱ豆苗ってすごいな。またねこれはねおいおい報告していきたいと思います。でそれでですね、これが先日鍋に入れた豆苗ですね、また生えてきてますね。これ何回ぐらい楽しめるんだろうな。まあとりあえずね育てていこうかと思っております。
で、これは2回目ですね。1回カットして、また今再生をさしているところです。これもね、ボーボーになったらね、食べていきたいと思います。楽しみですよね、こういうのね。ぜひ興味のある方は、トメヨちゃんも、どうでしょう。冷めたら、タッパーに移していきたいと思います。